しゃい。もう、うまそうなおむすびだな。そうでしょ、りょうまちゃんが作ったの。嘘つくな。あんたは味見しかしてないだろう。いつも妹たちがお世話になっているので、今日は皆さんを呼んでここでピクニックしようかななんて思ったんです。ピクニックね。おにぎりありがとうございます。どうしたんですか、そんなにおどおどして。人は怖い。あら、そうなんですか。でも緊張しなくていいのよ、私全然怖い人とかじゃないですから。本当ですか。ええ、本当です。本当に本当ですか。ええ、本当に本当です。本当に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 本当ですか。ええ、本当に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 本当です。本当に本当に。紫、疑い深いのもいい加減にしろ。でも少しだけ怖い匂いがするから。それじゃあ料理はこれで、あとはみんなで楽しんで。リョウビちゃん、どこに行くんですか。どこだっていいでしょ、リョウビはお腹空いてないの。リョウビちゃん、ダメだよ、みんなで仲良く食べようよ。うるさい、グダグダ言うとおにぎりをあんたたちにぶち込むよ。リョウビちゃん、だんだんとリョウナちゃんよりピーヨンが多くなってきたよ。じゃあね。よし、こうなったら、ぎょうぎょう姉ちゃん、りょうびちゃんを引き止めて、まっかりタッチ。おい、ボケかすりょうび、どこ行くんじゃ。このドアホが一緒に食うっつって握り飯作ったんだろうが。あんたの足でひんむいて盛大に突っ込んでやろうか。やっぱりなんですか、これ。はあ、また天使の輪を触ったのね。グダグダ言うなら力ずくじゃ。料理、悪の誇りを舞い掲げるわ。今やっても無駄。どうせ止めます。避けてみなさい。どうせよけてみなさい。
すめ。あんな犬どもね。
変身。そろそろ遊びは終わりにしましょう。ほら、これはどう？逃がさないからね。これで逃がさないから。姉さん、落ち着いて。はい、天使の輪にタッチ。はい、元に戻りました。でも、こっちの私にしても同じことですよ。リョウビちゃん、一緒におにぎりを食べましょう。もう、わかったわよ。一緒に食べればいいんでしょ。食べれば。さっきのリョウキさんは何だったんですか。私、怖くて怖くて失神するところでした。リョウキお姉ちゃんは頭の輪っかに触ると人格が変わるみたいなの。面白かった。面白いわけないでしょ。あんたは罰としておむすびはお預けよ。クンクン、チンチンするから食べさせてほしいわ。さあ、皆さん輪になって座って。リョウビ、どうしてそんなところに。リョウキの隣に座らないのか。そうよ、こっちにいらっしゃい。リョウビはここでいい。今日はリョウキ姉さんとみんなが深刻を極めて。なあ、深刻を極めるじゃなくて親睦を深めるだったわ。リョウビちゃん、そんな顔で一人ボケツッコミされても怖いよ。それじゃあ、リョウキの隣は私が座るぞ。みやびの隣は僕の指定席だ。じゃあ、りょうなちゃんはりょうきお姉ちゃんのどうなり。私はりょうきさんの後ろで。また何かあったらいつでも逃げれるように。さあ、
みんな座ったところでいただきます。いただきます。うん、おいしい。本当だ。それはよかった。ホヒホファマ。あ、料理はなんて言っているんだ。ごちそうさまですって。ホヒホもう行こう。食べたからもう行くって。それにしてもよくわかるな、料理ちゃん。まさか病気お姉ちゃんを避けてるの。マホホはマイホフェフェフェ。今のは何と言ったんだ。まさかじゃない、避けているんだですって。リョウビちゃん、姉さん、どうしてお姉ちゃんを避けているの。わかるでしょ、それくらい。わからないから聞いてるの。姉さんへの最後の言葉、リョウビがひどいこと言ったの覚えてるでしょ。ひどいこと、そんなこと言われたかしら。嘘、しらばっくれないで。でも本当に覚えてないのよ。死んじゃえばいい。私は姉さんにそう言ったんだよ。ああ、なんとなく思い出した。そんなことを言われた気がするわ。気がするって。でもお姉ちゃんは怒ってないし、何にも気にしてないから、そんなことで避けなくていいのよ。そういうところが嫌いなの。死ねって言われて気にしてないとか、どんだけあそこに毛が生えてるのよ。じゃなくて、どんだけ心臓に毛が生えてるのよ。そうは言われても本当に気にしてないから。もういい。ちょっとリョウビちゃん、最高にハイってやつね。逃げて。みやび。
び。あっちか。こっちよ。どこですか？みやび、ここです。ママ様、会いたかった。私もよ、こんなに立派になって。ママ様、ママ様。もうそんなに甘えて。あ、ちょっと待って、潰れちゃうから。あと、お醤油とお砂糖を売ってるところないかしら。最後の親子丼は冷めちゃっていたでしょ。お醤油とお砂糖は今から探してくるね。さあ、ママ様に甘えるですよ。着いたです。みやびさん、砂糖と醤油。バブーン。何なのよ一体。みやびちゃん、それ面白そう。よ
お前たち、こんなところで何をしているんだ。僕たちはただ、ミヤビが急に走って行ったから心配して探しに。そうか、私なら大丈夫だ。この通りピンピンしている。ピンピンどころか、いつもより生き生きしてるわよ。何があったのか知らないけど。そうだ、お前たちは砂糖と醤油を持っているか。そんなもん持ってるわけないでしょ。いきなりこの世界に連れてこられたんだから。なるほど、となれば持っていそうなのはあいつらか。みやび、どこに行くんだ。待って、みんな追いかけるぞ。お前たち。お、みやびか。矢倉を狙いに来たのかい。砂糖と醤油は持っていないか。は？は、じゃない、砂糖と醤油だ。あるっちゃあるけど。だったら分けてくれ、頼む。やだよ、これからバーベキューするんだから。バーベキュー？そんなもの塩で食え。なければ海水で蒸留しろ。砂糖も醤油もいらないだろう。こっちは親子丼を作るんだ、頼む。親子丼？ああもういい、グダグダ言うなら力ずくでいただくまでだ。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。はっ、だっ、行け。はっ、だっ、行け。吹き飛ばしてやろう。燃え尽きろ。はっ、行け。燃え尽きろ。燃え尽きろ。はっ、だっ、はっ、終わらせる。吹き飛ばしてやろう。終わらせる、吹き飛ばしてやろう。終わらせる。100連戦突破。体を行け。行け。吹き飛ばしてやろう。終わらせる。終わらせる。終わらせる。100連戦突破。体が遅れてくるぞ。行け。燃え尽き、吹き飛ばしてやろう。行け。吹き飛ばしてやろう。終わらせる。花火、聖火の宴に舞い散るっす。行くぜ。カフリ、聖火の宴に舞い散る。いざ火炎の魂に舞い散る。はっ、はっ、はっ、やるな。よそ見してんなよ。
やるな。これだ。終わらせる。やるな。やるな。やるな。忍び転生。
が調味料に必死すぎるんだけど。うん、まずいまずい、つい嬉しさのあまり。気をつけないと。みやび、お母さんに会えたんだね。え、親子丼でピンときたよ。みやびのお母さんに僕も食べさせてもらったことがあるからね。ああ、そうだったな。あの、どうやったら会えたんすか？え？だから、その死んだお母さんとどうやって会えたのかって教えてほしいんす。みやびさん、みやび先輩、お願いしますっす。なんで先輩をつけるんだよ。別に同じ学校でもないのに。一個でも年上なら学校なんて関係なく先輩っす。うちは体育会系っすから。ママ様、いや、母さんの声が聞こえたような気がしたんだ。そもそもここに来てからずっと母さんの気配は感じていた。気配。よかったね、みやびちゃん。じゃあこれからは私たちの仲間だね。仲間？だってお母さんとここでずっと一緒にいたいでしょ。だったら元の世界にはまだまだ戻りませんチームの一員だよ。ずいぶん長いチーム名だな。みやび、本気でずっとこの世界にいるつもりなのかい？そんなつもりはない。しかし今は先のことは考えられない。今はただひたすらにママ様に甘えたいんだ。みやび、すまないナイム、私はママ様のところに帰る。みやび、なんてことだ。お姉ちゃん、かわいそう。みやびさんがあんなことになっちゃって。かわいそう、あんなこと？紫、何を勘違いしている？え、僕はみやびの新たな魅力に打ちのめされていたんだ。みやびの赤ちゃん言葉、あまりの可愛さに僕は気絶しかけたぐらいだよ。ああ、みやび、できることなら僕のこともイムシャマって呼んでほしい。ダメだこりゃ。なんかヘビ女で一番まともなのは紫なんじゃないかって思えてきたよ。それはそれでいいこととは思えません。経験は裏切らないな。